どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールディ・インボーク。メンテナンスが明けまして、第19回占領戦が始まりました。僕はね、またまたグール側なので、グール側の皆さん頑張っていきましょう。というわけで、インボークフェス。今月は末前ですね、情報も出てました。キャラの詳細の方確認していきましょう。変わってるかな？アビリティですよね、気になるのは。まあ、まずステータスから。8664で HP は低めですが、防御力は脅威の1012からの、スキルでまあ2倍になることは分かってるんですが、攻撃力も高く1140ですね。で、攻撃アビリティが受けるダメージは 20% カットで、人間キラートリプル S マイナス人間に対するダメージが 1.8 倍からのスキルダメージもカット。攻撃力アップが500で、画像率アップ、やっぱ持ってましたね。で、30% のガード、もう守りが硬いとこいつは、素のステータスで防御力が1000超えてて、かつ 20% カットダメージを、総 20% カットですね。で、スキルのダメージカットも 30% からの、しかもガードも 30% するよということで、もうこいつガチガチなんですけど、スキルですね、貫けレベル5、2ターンの間、味方全員の攻撃力と防御力を2倍に、敵探偵 1.6 倍の5連ダメージからの武器耐久値マイナス6。これ5連ダメージだったっけ？あんま覚えてないんですけど、まあこんな感じですね。すっげえ硬えな、このキャラ、本当に。2倍しつつ、20% カット、30% カット、30% ガード。ガチガチだね、こいつ。逃走ステータスも見ていこうか。BCB、まあ、ここら辺はちょっと低めなのかな。逃走スキル、味方の防御力3倍。これ、トリプル S マイナスだったっけ、月山って。この3倍キャラってね、アモンとか、月山とかだったと思うんですけど、3倍だったかな、2倍だったかな、忘れたんですけど。まあ、これ、トリプル S だったら、確実に壊れだよね。こいつはね、すげえ人気なキャラなんで欲しい方もたくさんいると思います。可愛いしね。可愛いというか、綺麗、美人だしね。クールビューティー。というわけで僕は10連しか回しません。もう僕ね、ついこの間っていうかもう1ヶ月ぐらい前、2、3週間前に、まあ、無課金勢になったつもりでいるんで、まあ課金はね、しませんよ。はい。インボケースもなかなか最終ステップまで回せませんが、まあ10連ぐらいはね、引いておかなきゃいけないぞという僕の動画のポリシーなんで引いていこうかなと思います。まあフェスは30連じゃないわ。30個で1個引けるんで、10連引けるんで、いいですね。お得。まあこれでピックアップ出てくれたらいいし、まあ SSR が1体出るだけでも儲けもんというわけでね。まあ分かってましたよ。10連じゃ出ないってね。まあ今ひなみ、うわすごっ半分ずつじゃねえか、すげえ綺麗だな。今ひなみと、ひなみが派遣に来て、高槻千がプレミアムに来てるんですけど、ひなみね、30個で10連を3回目でピックアップ確定なんですよね。今まで3回だったっけ、そう、あんま覚えてないんですけど、もうまあ大体石100個使わなきゃいけないっていうので、ちょっと引こうか引こう前か迷ってるんですけど、あのひなみかわいいからさ、自分のさ、あれに置いときたいじゃん。はい、というわけでですね、今回は松前フェスについに登場ですね。かなり硬いキャラクターとして、まあ公式はサポートって言ってるけど、まあサポート、まあ攻防一体というかさ、なかなかいいんじゃないでしょう。こいつ一人で結構どうなんだ、どうなんだろうな、評価的には。まあリセマラランキング的には、これでどこまでやったっけ、一番上ではなくてその1個下ぐらいかなと思ってるんですけど、はい、まあ皆さん引く方は頑張ってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。